はい、皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日は10月の3日木曜日でございます。はい、本当1ヶ月ね過ぎるのは本当に早いですね。本当ね、つい先日ね、かりんちゃんがね、誕生日をね迎えたと思ったんですが、もうあっという間にね1ヶ月過ぎました。はい、今日はね、今はね朝の6時33分を過ぎたところです。はい、お天気はね、こんな曇り空でね、夜半にね雨が降ってたみたいですが、多分ね今日一日ね不安と雨が降るんじゃないかなと思っております。はい、改めましてリザンドカリンでございます。はい、ほんと先ほどもお伝えしましたがね、1ヶ月早いものでね、まあ、本当それとともにね、かりんちゃんが成長していると思えばね、なんか本当嬉しい限りでございます。はい、本当ねテレビではねいろんなニュースをちょっとしているところをねいますが、はい、おはようございます。今日はねこんな話をしてみたいと思います。これはねテレビで初めてねちょっと知ったことですがね、僕もね、初めてテレビで聞いて確かにと思ったことなんですが、最近ねスズメがね減ったように思います。はい、なんかねテレビではねもう激減がねスピードが速すぎてね、絶滅危惧種の部類にね入ってくるんじゃないかっていうね話もありましたがね、本当にね若い時から比べると確かにね、ツバメはよく見るんですがね、スズメはね、確かに減ったようにね、思います。はい、本当にね、まあ、気候変動とかあったりとかしてね、なかなか、住みにくいね、世の中にね、まあ、本当、動物とかに関してはね、あったんかなっていうね、感じはしますが、はい、本当、まあね、僕らもね、一言ではないと思いますんでね、本当、気をつけないとね、いけないかなと思います。はい、またね、本当身近でね、なんかこんな変動がありましたよみたいなことね、やっぱりね、本当北の北海道とかね、本当南は沖縄とかだったらね、本当一番わかりやすいのかなっていう。あとね、なんか飛騨のアルプスの方とかね、なんか本当そういうところだったらね、わかりやすいのかなっていうね、気はするんですがね。またね、なんかそんな再現談とかあったらね、皆さん教えていただけるとね、ありがたいです。はい、それじゃあね、ちょっと今、うんちしてます。はい。ほんとね、早くね、こういうのがね、解決できればいいんですがね、なかなか、自分らでね、できることはね、ほんと取り組んでいかないとね、それはできないと思いますので、まあね、ほんと、今ではね、まだ、ね、電気自動車とかはね、高い、結構ね、金額が高いとかね、たりするんですがね、ほんと、費用通とかをね、削減することによってね、まあ、一人一人の力がね、ワンパワーになってね、結構大きなものにね、変わってくると思いますので、僕もね、なんか、身近で取り組めることはね、やっていきたいと思います。はい。まあ、こんな感じでね、今日もね、朝から頑張っております。多分ね、今日は雨が降ると思いますので、この後もね、しっかり、引き続きね、散歩をね、続けたいと思います。はい、ということでね、今日は、早朝よりお送りしました。はい。ではね、健康を崩れるね、時期もあると思いますが、皆さんね、週末のね、お休みのね、向けて、お仕事、皆さんね、はい、またね、お気をつけください。またね、チャンネル登録、また、コメントなどね、お待ちしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。ではね、今日も、早朝より、時間ばかりがね、お送りしてまいりました。では、またね、明日からお会いできればと思います。まあ、最後にね、また、他にもね、ショート動画とかね、たくさん、配信をさせていただいております。またね、またね、
顔が最近足りんなとかね、思うときにただ見ていただければ幸いでございます。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。